有限会社比嘉酒造の比嘉健作でございます。今回、リバティフォースさんと新たなコラボ企画として新商品を開発させていただきました。詳細等はこれから担当あとテリアさんの方からも、ご紹介になると思いますので、本日はよろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして。比嘉酒造の公式アンバサダーをさせていただいています、テリア健太郎といいます。僕沖縄生まれで、沖縄で生まれ育って、で修理高校を卒業して大学で東京に上京したんですけど、18年、東京にいて5年前に沖縄に帰ってきました。で、沖縄で今エクストララージとかエックスガールとか洋服屋さんを国際通りとかイオンモールライカムの中でやってるんですけど、従業員がまあ20代前半の子たちが30人ぐらいいて、で沖縄に5年ぶりに帰ってきて今洋服屋さんをやりながら、いろんな世代の方と、一緒にお仕事をしてるんですけど、その中で、僕が20歳の時、まあ、高校の時とか沖縄にいた頃に比べて今の20代前後のこう若い世代がすごいなんかクリエイティブな才能にあふれてる子がすごいいっぱいいるなっていうことを感じています。例えば村奈美恵ちゃんとかダパンプとか、まあ、こう沖縄からすごく才能が飛び抜けて世界的に活躍してるアーティストさんもいらっしゃるんですけど、まあ、沖縄はそのクリエイティブな才能がすごいある県で、で、まあ、ダンスとか歌とか写真とかアートとかいろんなジャンルでこう、特に今の若い世代は僕のもう20年前に比べるとすごいもっともっと才能のある子がいっぱいいるなっていうのをすごいなと思って5年前に沖縄に帰ってきて感じています。でその中で、まあ、そしたら将来何やるのとか、どんなことを職業にしたいのっていう話をしていく中で、やっぱりなんかみんなこう自信がないのか、やっぱりもう沖縄県はこうなんだろうな、親とかもこう好きなことは好きなこと、仕事は仕事だよみたいな、だから好きなことやめてもう公務員になりなさいねとか資格取りなさいねとかいう形で、こうせっかく20代まで磨いてきたクリエイティブなスキルがもうそこで一旦終わって、なんか夢を諦めてるっていうとあれですけど、そういうなんか雰囲気っていうのが沖縄ってあるのかなっていうのをすごい感じています。まあ、なんか島国だからなのか、こうなんか好きなことに没頭してると、いや何やってるかみたいな、みんな就活してるぜとか大丈夫かみたいな感じの雰囲気があるので、なんかそういう雰囲気をちょっとでも変えて、なんか好きなことをお仕事にしてる僕らが好きなことに挑戦した方がいいんだよって言ってる大人もいるよっていうのを言ってった方がいいなって思って、でそれで作ったのがリバティフォースっていうものなんですけど、この吹き出しのロゴでリバティフォースっていうブランドを僕が作って、リバティフォースは自由の力っていう意味があります。自由っていうのはフリーダムとリバティっていう言葉があって、フリーダムはこう自然発生の自由、鳥が自由に飛んでるとかそういう自然にある自由なんですけど、リバティはこう自分の力で勝ち取った自由っていう意味があって、でその自分のでフォースはスターウォーズのフォースで力っていう意味で、みんな自分の中に自由の力を持ってるんだから、それを最大限使って自由に人生を楽しもうよっていうのをメッセージとして送りたいなと思って作ったマークです。で僕はずっと洋服屋さんをやってたので、ロゴマークをいろんなコラボだったり PR とかしていくっていう仕事をずっと沖縄で東京にいた時にずっとやってきたんですけど、僕がこのメッセージを広げるために今こういうスケートデッキとかこういう瓶型のアーティストさんとこういうコースター、瓶型のコースターとかリバティフォースっていうこの吹き出しのロゴを使っていろんなクリエイティブな人といろんなものを作ることで次の世代にリバティフォースっていうメッセージを伝えていきたいなっていうふうに思ってる活動です。で今回僕がアンバサダーを務めさせていただいてるアマリザンパさんとリバティフォースっていうテーマで1個デザインボトルを作れないかっていうお話をさせていただいたところ、今回のような経緯に至って、でまあ、このコロナで大変な時だからこそ夢を諦めないで残飯を飲みながら夢を語ってほしいっていうコンセプトで今回一緒に共同開発したのがこの商品になります。でリバティフォースは歌でもこう
この自由に好きなことに挑戦しようというメッセージを伝えたいなと思っているので、今年音楽レーベルも立ち上げたいと思っていて、琉球ディスコの哲司君っていう子が音楽をトラックを作って、かりゆし58の前川慎吾君が歌を歌うっていう曲をリリースする予定です。で今回そのザンパさんの一緒に作ったリバティフォースザンパの広告動画にその曲の一部を CM として入れたものがあるので、今からちょっと見ていただきたいんですけど、はい、そういう形でリバティフォースは活動していってます。音楽を作ったり、ザンパさんと一緒にやらせていただいたりとか、僕なりにいろんな形のアウトプットの方法を使って、若い世代があこれなんだろうって見た時に、あこれはこういう人からの夢に向かって挑戦しなさいっていうメッセージなんだなっていうのが、なんかどっかでこう勇気づけられるようなきっかけになったらいいなと思っています。東堂の太田と申します。よろしくお願いします。先ほどテレアさんからもお話がありましたけども、弊社のアンバサダー、公式アンバサダーというテレアさんがそういうリバティフォースという活動をされているというお話を伺いまして、若者の夢を応援しようというこの活動にすごい共感をいたしまして、じゃあ弊社でも何か応援することができないかということでこの商品を開発するに至りました。で本当にビビたるあれですもんですけども、今後ですね、本当にそういうリバティフォースに共感する若者や大人たちがそういう活動をどんどん応援してくれていったらいいなという思いと、それとアムリカもしましても、今現在若者のアムリ離れという言葉がよく言われてますが、実際アムリ離れではなくて、まずアムリに入ってない若者はほとんどだと思うんですね。それでそのリバティフォースに共感した若者たちがまたこのアムリに入ってアムリの良さも分かってもらいながら自分の夢に向かって頑張ってくれたらいいなという思いでこの商品を開発しております。で実際に発売先なんですけども、明日より沖縄ファミリーマートさんで先行販売いたします。全店舗ではございませんが、一部取り扱い店舗、今、把握している中では約160店舗が取り扱っていただけると聞いています。で、商品なんですけども、これは 200ml で度数は20度です。飲み方といたしましては、普通のアムリと同じように、ロック水割り、あとは20度ですごいすっきりした味わいなので、カクテルのベースにもすごい最適です。ですから若者にそういうリキュールとか飲み方もいろいろこれから提案していきたいと考えております。金額はですね、税別で500円で、ファミリーマート、沖縄ファミリーマートさんは先行販売で発売いたしますけども、ゴールデンウィーク前後には県内全小売でちょっと発売予定をしております。蒸留方法が原圧蒸留で、その原圧蒸留の青森自体フルーティーな香りってすごいスッキリして飲みやすい青森に仕上がるので、それの20度ということです。皆様のお手元にも あると思うんですが、このラベルにもやっぱり思いがこもってて、ザンパ岬にあたる波の力強さとか、あとは鳳凰のように飛び立っていけるような思いということで、このデザインを作っていただきました。非常に今までにないリメイクされたような感じのラベルになってます。若者に手に取ってもらいやすいような青森作りということで、こういう形になってます。20度っていうのはやっぱり飲みやすかったりですね、さっぱりとした、すっきりとした軽快感が味わえるようにということと、この200ミリ、この手頃感っていうんですか、そういうところも、追求させていただいております。最後までご視聴いただきありがとうございました。この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。